どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゆうこさん、きゅうさんです。今日はね、またね、就職活動で、ちょっと、今回は浜松市内で、行ってきたので、まあ、その道中を撮影しました。で、今ここにいるのは、浜松城公園だね。割と桜の、まあ、名所というか、浜松市では割と有名なお花見の場所なんだけど、まだね、静岡県あったかい場所なんだけど、桜は咲いてないんで、まだこんな感じです。これなんかのモニュメントかな、なんか変わったモニュメントがあったり、まあ、この日すごいいい天気だったんで、ちょっとゆっくり、散歩をしてから、向かいました。まあ、なんだろうね。まあ、今回ね、音がちなみに、これアトレコで撮ってるんですけど、アトレコで撮ってるのは、さすがにね、公園にね、たくさんの人がいる中で、一人で喋ってるのがあまりにね、奇怪だったんで、今回はね、ほとんどの動画の中が、アトレコ、後から音は乗せてるような状況です。で、行く途中にね、ラーメン屋があったんで、ラーメン屋行きました。麺屋大蔵、最上級小麦塩。まあ、ラーメンだな、普通のね。で、これが頼んだチャーシュー麺かな、950円ぐらいのチャーシュー麺。で、これは結構ね、魚介のね、スープが効いてて、個人的にはね、なんか今まで最近食べたことのない味だったから、なかなか美味しかった。まあ、ネギとメンマと、あとは海苔が乗ってんのか。麺はどうだろう、細め普通ぐらいかな。割と美味しかったんで、スープもね、ほぼ全部、飲みました。まあ、体に悪いよね。これがチャーシューか。ああ、いい感じだね。うまそうだね。結構これ美味しかったです。で、ラーメン食べたんだけどね、まだお腹減ってて、その後パン屋でパン買って、でパン屋でパン買ったけど食べるとこないなって探したのがここで公園です。あ、今座りました。まあ、公園でパンを食べようと思って。あ、これだわ。最近のパンはもうコロナの影響で一個一個がこう包装されてるみたいだね。なんだろうこれ。チーズハンバーグパンらしい。真ん中のハンバーグかな。まあそんなわけでね、公園でパンを食べ始めました。まあ、ちなみに浜松市はこの駅のまあ周辺に公園っていうのがいくつかあったんだけど、そんなにね、こうゆっくり座ってベンチがあって椅子があるみたいなところがなくて、で、ここの公園に来るまでに歩いてどうだろうな、30分ぐらいかけてここまで来ました。本当はね、一個ね、あ、ここいい公園だなっていうのがあったんだけど、そこはね、なんか社会人フットサルクラブみたいな人たちがやってて、まあ平日だったんだけど、結構ね、なんか賑やかにやってたから、そこでちょっと、こうカメラをね、構えて、ゆっくりご飯を食べるっていうのはね、なかなか厳しそうだったんで、ここのね、少し離れた広めの公園まで来ました。ちなみにこれ食べてるのはハンバーグパン、あ、もう一口で言っちゃったわ。ハンバーグパンって言って、なんかハンバーグ、煮込みハンバーグみたいなのがパンの真ん中にあるやつで、まあまあ、いけた。チーズもちょっと持ってたしね。まあでもこの日、ラーメン食って、さらに炭水化物食ってなんでね、多分ね、相当な、こう、栄養バランスの悪さ、みたいなのがあるんだけど、まあなんだろうね、ストレスかかるというか、緊張すると俺飯食いたくなっちゃうんだよね。だから多分その影響で、ご飯食べた上にさらに、いやでもラーメンか。ラーメン食べた上にさらにパンも食べました。買ったのはコンビニで買った、買ったのは言ってるか、霧島。水 600ml。まあ水は、なんでもいいんだよね。特にこだわり、まあみんなないか、水なんてこだわりは。あ、こう見るとちょっと髪の毛長いね。ちゃんとこう耳にかからないようにしっかりの、なんだろう、かき分けてって言ったけど。ああ。散髪そろそろ行かなきゃな。で、2個目のパンが、これは、なんだ、ホットドッグみたいなやつか。で、ホットドッグですって言うか、この人。言うね。風強いな。まあ、ホットドッグだわ。すごい太いやつでね。炭水化物じゃないわ。タンパク質が多分がっつり取れる。やつだと思います。ああ、よく噛んでるな。肩幅あるね、こう見ると。怒り型だね。ちなみにこの時に何を考えてるかっていうと、まあ、面接でどんなことを聞かれて何を答えようかみたいなシミュレーションだね。軽く今シミュレーションしてます。パンを食べながら。まあ、聞かれることは大体いつも一緒だから、まあその反復だよな。なんか口にパンついてるな。
でも公園ってあると便利だね。まあ今まで公園でパン食うことなんてなかったけど、こう行き場がなくなってから気づいて公園の大事さに、わお、一気に行ったな。これでも今2つか。カレー、ハンバーグパンと、ホットドッグと食べて。で、やっぱりね、その2つだけじゃ、足りないんだよね。まだこれ実はもう1個まだ出てきます。多分この時の携帯のチェックは、面接の時間と場所の再確認だね。まだ時間大丈夫だよなっていうのを今ね、確認中。まあ、こっから確か歩いてじゃないな。バスで、ここから、どうだろうな。10分か15分くらいだったかな。またここからさらにまたバスだったんでね。ちょっと今公園で、栄養補給して、経路の確認なんかして、で、行くような感じだな。ああ、最後の一個だわ。やっぱりあんドーナツです。あんドーナツだね。これがまあうまいな。最後にこうパン食べた後には大体私はねこのあんパンを買います。これだけでもうラーメン食べてパン3つ食べたら相当なカロリーだろうね。まあね、これからね頭も使うだろうということでいいでしょう。あ、でも本当は満腹中枢刺激されちゃってよくないのかもね。実際はこのね、食事の約1時間後かな、面接があったのは。そんな感じでご飯食べてました。あんこもたっぷり。甘いもの食べると、だいぶ心が落ち着くよね。で、今回はそうだ。まあ、メガネよりもコンタクトの方が印象がいいだろうということで、コンタクトレンズをつけました。まあ、そうだよね。結構ね、長いこと配信やってて、長いこと自分の顔、メガネかけてる顔見慣れてる人は、なんかメガネの方がなんか違和感があるっていうふうに言われるんだけど、やっぱりまだ自分ではね、こう、コンタクトの方が、なんか、自分だなというふうになんか認識できる、らしさがあると思う。ああ、にしても綺麗な奥舞台だわ。ああ、水も飲んで。あんこついてるように見えるけど、ついてないか。まあ、そういう唇か。この音は、うちの近くが今工事してる音です。まあ、こんな感じでね、準備を終えて、行くことにしました。行きますか。行ってきます。今日は面接に行ってきました。ちょっとね、いろいろ話すことがあるけど、この学校、堅苦しいんで着替えます。せーのぴょんと、無事着替えました。またね面接一つ行ったんだけど、まあ関係ない話というかね、ちょっといろいろと時系列順に話をしたいけど、まずねバスに乗ってちょっと今回市内なんだけどね行ってきてさ、で明らかにこう新卒リクルートの、若い人たちがいっぱいいて、同じバスにね、あれ今日もしかして新卒の人たちと一緒に面談を受けるのかなって思って、
そんなことないだろうと思ったんだけど、でもねどうやらね行く方向も一緒だったから、まあ、その集団についてってさ、後ろから歩いてって、で結構まあ大きな、まあ、なんていうか工場というか建物だから門に入っていったらさ、やっぱ人事の人が待ってて、でこっちですよ皆さんみたいな感じで誘導してくれたから、あじゃあ俺も行こうと思って、その新卒っぽいというかね、まだ大学生っぽい人たちについてふふんって行こうとしたら、なんか別の人事の人にね、すいませんって言って、あ高田さんですかって言われて、私高田さんって言うんだけど、高田さんですか、高田さんこっちじゃないですよっていう風に言われて、あのね新卒のね波に乗ってね、みんなと一緒のなんか説明会みたいなところに行こうとしたらね、途中で止められてしまいまして、正しいルートに、行くことができました。やっぱりもう見た目的にダメだろうね、見た目的にもうこの新卒感はもう出せないよね、残念だよな。まあスーツがなんかちょっとなんか線が入ってるのとか、リュックサックで行ったみたいな、ね、ところがまああるのかもしれないけど、やっぱね無理だね、年齢的な部分がちょっと最初にごまかせなかったね。まあ人事の人ともなんかまあそんな話をしてね、さすがに分かりましたよって言われたわ。さすがに新卒じゃないってことは分かりますって言われて、ああせやなと思って、でそれでまあしばらくしてから、控室通って面接やってっていう感じだったんだけど、どうだろうな、1時間弱かな、1時間弱くらいやって、4人ぐらい面接官がいて、まあ、正確に言うと5人ぐらいの面接官がいて、まあまあって感じだね。まあとりあえずこう自分のやってきたことと近しいことだっていうか、まあ、ほぼ一緒みたいなところがあるから、まあ内容は良さそうだけど、まあどうなるかだね。来た人たちはね、まあその会社の中で結構上の人たちだったな。なんか来期から取締役みたいな人とか、そんな感じだったな。まあ会社の規模としたら、まあまあ大きいとこだから、それなりの人たちがなんかグッと集まったような印象だったけど、まあね、どうなるかは分かんないし、まあ内容に関してちょっと言えない部分もたくさんあるから、まあ大方はね想像通りのことを聞かれて想像通りの答えをしたって感じなのかな。うん、ということで今回はねそんなに遠くじゃないし、近くの会社だったんでね、ちょっと受けてきました。まあこれも多分この動画撮って、今日その面接終わってから撮ってるから、面接撮って終わって撮って、で動画化するのは実際多分4日後ぐらいでしょ。そのぐらいには多分また結果が出てるから、この動画のおそらく翌日には結果出ましたっていう動画が多分ね出せると思うんでね、またねお楽しみに。まあどうかなーって感じだけどね。ほなね、じゃあ元気で。